もうこんだけは密でいたいと。あの皆さん、あのおじさんの声のバランス大丈夫ですか、ね、皆さん、ね、すいません、うるさくないですか。金か金か金かね、まあね、まあいろいろありますけれどもね。俺としては一応左の金がいいな。うん、左の金ですか、うん、左の金。ああ、いや、ちょっと俺見えないのよ、画像が見えてないですよ。あ、東南アジア、うん、そういうわけではないですね。ね、東南アジアからあの出稼ぎで戦いに来たあのムエタイ出身のボクサーではございません。なんだそれは。そういうのではないです、ね。ないと。まあ、どちらかというと、ね、あのまあ、小田原系のね。小田原系でちょっとあのジャングル、あの髪の毛がジャングルになることを願っている、うん、そういう方ですね。そう、そういうことです。そういう方でございますね。まあでもね、おじさんね、59まであったんだから9。いやいやいや、もうちょっと欲しいっすよ。あ、じゃあ60になったらもうあの断髪式でいい。いやいやいや、あと2、3年は欲しいっすね。62でいいの？2でいいのって、それあんまりそれで決めつけないでちょうだいな。ああ、そうか、そうか。もうそうですよ。もう怖いっすよ、もう。小田原の梅干し食べてすっぱま。あ、だから、ほら、はい、曽我さんっていうお名前はね、小田原には曽我の梅林っていうね、梅で有名なとこがあるんですよ。そうなんですよ。本当に、蜜を求めて3000人前。何千人でも行きたいよ、本当に。ほら、ピオちゃんも求めて。ほら、ピオちゃんもね、諦めなさいって言ってるじゃないですか。うん、できればね、あとちょっと我慢、頑張る。はい。何を、え、それは、しがみつく感じ？しがみつく感じかもしれないね。しがみつく感じね。ああ、いや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 。じゃあね、あの、上からあの、ピッてやったら、ピピッて、あの、値段が出るようにしてくださいね。よろしくお願いいたします。何をピッて、バーコードをね、ちゃんとね。バーコード、いや、俺、バーコードになるくらいだったら、もう、スパッと、うん、スキンヘッドにします。本当に？本当に、バーコードでは嫌だよ。もう、そこまで行ってまでは、もう、往生際悪い。往生際は QR コードだって。QR コードか。QR コードだったら、うん、ね、ごまかすな。なんかほら、あの、この前、俺この前も言ったんだけど、あの、うん、男の人、まあ、男性ホルモンの影響でね、男性ホルモンの影響で、あの、はい、脇は、いわゆるその、磯野さんち、のね、はいはい、やっぱりほら、あの、お父さん、ね、波平さんになるんですよ。はいはいはい、あのみんなでこう、あの、あ、まあ、いわゆるその U字便座型、うん、U字便座型じゃおかしいけどね、そういうふうになっちゃうんですよ。はい、あ、釣り太郎さん、今ね、すごいですよ、真っ白ですよ、綺麗な、うん、あれぐらい綺麗にね、あ、やっぱり、ね、白くなりたい。なるほどね。で、波平さんになるんですよ。それで波平さんの後ろだけこうすごく長く長く長く伸ばして、後ろからこうトルネードに持ってくる人ね。トルネードに持ってくる人。いや、そこまでね、俺往生際悪くないな。そこまでいったら、いやいや、おじさんなんか、いや、やりそうな気がする。いや、断髪式行きますよ、お前。いやいや、そう、そこそこないたら、もう滋賀の、うん、滋賀の皆さんの弟子入りしますんで。あ、あ、うん、仲間、ついに。そう、その時は晴れて。ああ、そうか。断髪式呼んであげるから。あ、本当に本当に絶対に、絶対に、ね、ニヤニヤしながらパチパチ切るだろうな。俺は泣くね。いやない、もう怖いな。いや、間違いなく俺は泣くよ。もう嬉し泣きで。悪いけど俺は泣くよ。こ背中がこうやってうーって泣いてるんだけどさ、それ、わ、笑って泣いてるんじゃないかなと。いや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 、ハサミ入れたいな、千秋ちゃんな。入れたいな、バリカン用意する。あれ一番切れないやつにしてくれる？切れないやつ。いてててて。ピオちゃん、ピオちゃん、サビサビのあの、ちょっとあのネジ緩めといてさ。やめてくれ。また髪の毛シリーズになる。それはもうね、あのね、あの、もう結構続いてるから、髪の毛シリーズ。そうだね。そろそろやめよう。ね、そうですね。そろそろやめとこう。ね、そうですね。髪剃り、毛抜き。毛抜き。毛抜きとかやめて、髪剃りとか。怖いわ。おじさん、おじさん、これ、あの、丸竹 T シャツ注文した？してないっすよ。なんで？なんでって、ね。なんで？何色にしていいかわかんないし。いや、だからすればいいじゃないですか。高橋に連絡してねって言ったじゃん。あ、そうだったっけ。うん、新橋色ないもんね。新橋色なんてねえよ。新橋色だったら買うんだけどな。新橋色はね、でもね、あの、薄いブルー系のやつ。
はいはい、あったね、そういえばね、うん、あったよ、緑っぽいような、うん、あったあった、はいはいはい、うん、あれいいじゃん、まあ、そうだな、うん、あの、うん、じゃあちゃんとちゃんとだからやっとかんと、はい、注文します。あ、ピンクに1票だって。ピンクか。いや、このねエロ親父がピンクしたらなおさらエロくなっちゃうしな。いやあれはピンクじゃないよね、言い方ね。ピンクで、ああミカちゃんありがとうね、ピンクじゃ、ピンクじゃない、ね、ピンクじゃないですよね、あれ色はね、ピンク、サーモン、サーモンじゃなくて、な、え、なんて言ったっけ、ピーチ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 だよな、ピーチ、ピーチね、ピーチ、はい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 、ピーチさんですよ。いやーピーチを着るなんてもう恐ろしい、恐ろしいね、恐ろしいね。エロい方はピンクが似合いますだって。もう千秋さんも言うな、もう、ね、おじさんはね、もう、はい、これね、書き込んでるね方に回るとすっごい気が楽なんだよ、喋ってる方じゃなくて。書き込んでる方がね、本当ですよね。そうそうそう、本当に、うん、本当書き込んでるが、そうですね。恐ろしい。今日はあれですよね。今日こう電話切ったら千秋さんに回してくださいね、電話ね。いやいやいや、まあもうおじさん、おじさん頑張ってくださいよ。おじさんもでも、うん、びっくりしちゃった、急に電話かかってきて。恐ろしいなんて言ったの。いやいや、ピーチを着るなんてもう。おじさん気をつけないとね。そうですね。気をつけましょう。もうあの言動は慎みます。そうそう、そういうことやね。はい、はい、そういうの大事やね。はい、気をつけてね、はい、気をつけます。気をつけてくださいね。んで、おじさんあれなんですよ、俺、うん、いや23日の日ね、はい、はいはい、23日の日、はい、俺てっきり待ち込み休みとばっか思ってたら、ほう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 、待ち込みあるんだって。ダブルブッキングじゃん。いや、ダブルじゃないです。待ち込みが5時45分だから、5時45分にじゃれって曲を飛び出して、はい、帰ってきて、で速攻ライブ、5時45分に飛び出して、うん、7時からスタートでしたっけ。うん、楽勝だよ、楽勝、楽勝かい、ほんとかい、うん、うん、楽勝、楽勝、待ち込みあるんだってさ、俺ないってばっかびっくりしたわ。うわ、これはあれだな。いや、あの木曜日はないですよねって言ったら、5時からです。あのちょっと一瞬ちょっとあの間が固まるで、間ができた。凍っちゃうでしょ。楽勝、楽勝、全然大丈夫、大丈夫。いやいやいや、なんかあれじゃ、レコード大賞終わってすぐに紅白歌合戦行くみたいな感じ。あ、いいね。その言い方がなんか昭和だね。昭和だね。レコード大賞今みそかにやってねえから。やってねえしかな。そうですね。昔のね、レコ大歌手、ね。そうなんです。そうですよ。17時から、必ず配信を始めますのでね。それで俺が間に合わなかったら、高橋が歌ってるっていう、そういう企画で。オープニングアクト。あの高橋がアカペラで歌ってる。アカペラで歌ってる。いや、ノブちゃんのパフ、あの、カホンと一緒に。ノブちゃんとなんかこう、あの、椅子に座って、ね、ヘリ、ああいうの作ったり、ヘリでいいですね、ヘリ、プライベートヘリ、まあうちのプライベートヘリで遊んか、じゃあ、いいね、うん、おじさんのプライベートヘリ、ね、うん、ラジコンだけでいい、ラジコンか。すいません。いや、ゆかちゃん、ももこねえのライブ聞きたいって、暑いぞー。いやー、暑いぞ、火吹くよ、火。いやいや、そのキッスじゃねえんだから。そうね。人種ボーンズ、ぬか床片付けて、ぬか味噌が腐るってやつやな。なるほど。もう、ね、だから俺、まあ、1時間だけ喋って、で、1時間だけ喋って、うん、で、戻って、で、はいはい、速攻でライブ。っていうね、うわ、あの追っかけレポーターっていうか、その時、の、運転手として、おじさん来てもらおうかなと思ってます。俺かい、うん、だって高橋ほら、あの合言葉的なあれですよ、俺が運転手して、いや、あの万が一ね、あのライポケからのメッセージが届かなかった場合あるじゃないですか。あ、そっかそっか、その時は電話対応っていう風になってるから。なるほど、電話対応をするために、高橋はずっと電話の前に張り付いております。じゃあ残るは運転手ね。そうそうそう、そう。うわ、なんかこれで遅れちゃったら全部俺のせいにされそうだね。そういうことやね。絶対俺、運転手がさ、もてもてしててさとか絶対言うよね。全部俺のせいにされちゃうじゃん。あ、だからもう最初からおじさんのせいだ。俺のせいじゃなかった。
すいません皆さん、もしライブが遅れたら私のせいだそうです。そういうこと、そういうこと、そういうこと、うん、ああすいません、エリちゃんありがとうね、すいませんありがとう。この丸竹ですよ、丸竹のおかげで僕はあの活動を続けられてますんでね、うん、ですね。ああすいません、いや本当ね、ひよこちゃんありがとうございますね、しくじり先生、ああしくじり先生、いや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 、まあでもしょうがないっすよね。はい、いや、ね、俺はもう、ね、まあ、だってね、あの、年度始まりの時に、ないですって言われてたから。ね、いや、言われてたから。とりあえず念のため確認すべきだったね。いや、だから確認したんだ。確認した、したら、したらありますよと。ないですよね。ないですよ。あ、みがこちゃんありがとう。あ、みどりちゃんもありがとう。ざす。いやーねえ、あそこさん大変埼玉。いやいや全然全然。ええ、うん、俺だってしょっちゅう小田原行ってんだから。そうです、大丈夫です。そうそうそう。たまにはおじさん、はい、久々ですよ。うん、はい、来るの。そう、ご飯を持ってくれればどこでも行きますから。最近カップラーメン高いからそれぐらいでいいから。カップラーメンですか。な一等とかなんかいらん。この前食ったらあれ美味しかったなあ。うん、な何それ。移動もツイキャスあるし、ああそれもいいかしんねえな。移動までツイキャスですか。ああもうね。いやだからもうあの昼間からセッティングしてリハやって、もうはあの配信するだけにしてから。だけにしとか。そうそうですね。うん。うん、ね、もうそんなに早く入る必要がないんでね。うん。いや、はい、まあ当日はうまくいくことを願って。言うことには絶対なんですね。何か弱み握られてますか。いやいやいや。いやいや、お互い様ですよ。お互い様でございます。お互い様なんですよ。そうです。お互い何も言えません。すいません。何も言えない。もう墓場まで持って帰る中です。持って帰ります。はい。曽我さん、いいもんごちそうになってくださいね。はい、もうたっぷりいただきます。いやいやいや。カップラーメンじゃ嫌だね。まあだからね、あのノブちゃんもね、一緒に来てくれる。そうです。ノブ鈴木とじゃあそちらに埼玉に伺って、うんうん、それから一応、はい、うん、だからうち改装してから来てないんだよね、そう行ってないからね、うん、ちょっと楽しその辺も楽しみに伺います。びっくりするよ、はい、びっくりしちゃう、なんじゃこりゃっつってはぁって言うと思うよ、はぁって言うそうか、マジかっどっちの意味のハーだかわかんないね。いやいやいや、びっくりすると思いますよ。あ、本当。そうだね。おじさん運転上手だから大丈夫。おじさん運転上手だから大丈夫。大丈夫ですよ。うん、あの、はい、昔あの箱根の峠ブイブイ言ってました。ブイブイ、それはスピード強じゃないから大丈夫。ブイ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 あの、ね、あの安全運転で、はい、ちゃんと行きます。ながら、ね、はい、走ってた男だから。86乗ってた男ですね。86乗ってたね、懐かしいです。藤原豆腐店とは書いてなかったですね。豆腐屋バイトはしてたけどね。バイトは豆腐屋のバイトはしたけど豆腐店っていうシールは貼ってなかった。貼ってなかったね。はい。あの、分からない方は藤原豆腐店でググってください。ググってください。はい。86、はい。あ、昔乗ってました。ゆかちゃん乗ってたんかい。そうなんだ、ね、さん、うちのね、大江さん昔ね、86乗ってたんですよ。あんまし峠の話するとさ、なんか道路交通法に触れるような話になっちゃうからやると思う、ね、もうね、昔の話ですよ、ね、今みたいにセンターラインにポコポコポコとかポコポコポコとかそういうのがあのはない時代、ない頃、ない頃です、うん、そうなんですよ、うん、で、あの箱根のね、旧道の方はブイ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 言わせてたみたいな、そう、世の中の、ね、夜中の12時過ぎると自分たちだけの道だと思ってたからね、86の藤原豆腐店走ってます。いやいや、86結構多いな、ね、多いですね、まあ、うん、もう皆さん年がバレるよ、86って分かっちゃったら、俺全然分かんないもん、分かんない、86ってルート86のことかな、おお、それもいいかもしれないけど。あ、ブログさん、インセル D の大ファンなんだ、あ、まあね、AE86 は、まあ、一世風靡しましたね、確かにね、そうですね、はい、七曲り、七曲りか、いやいやいや、おお、小江さんはやっぱり箱根結構やってますからね、ヤビツ峠、ヤビツ峠、あ、まあそうだね、ジョー様はまだあの辺はよく知ってる、分からない、はい、ミカちゃん分からない、うん、走り屋さんですか、はい、いや、おめでとう、あのね、走り屋さんではないな。1986年、皆さん、生まれじゃないですね、もちろん。そうですよ。当然ですよ。ねえ、そうですよ。全然、もう皆さんは平成、平成だから。平成ですからね。じゃあ、ありがとう。生まれてて。生まれてた。わからない。わからない。はい。じゃあ、あうっす、まあ、ヤビツ峠も、なるほどね。あ、すいません、ヨゴちゃん生まれてますか。
いや、まあ、まあ、いろんな時代があるじゃないですか。はい、俺、おじさんが、その、まあ、いわゆる漫画で、いわゆるその、マシンものとか、そういうもの、今ね、マーコさんがね、バリデン、これバリバリ伝説のことですよね、多分ね。はいはいはい、はい。まあ、イニシャル D もそうなんですけど、イニシャル D というのは比較的、平成マイナス20年生まれ。死なないでね、純一。あ、いや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 、まあ、ジャイス、ジャイス。あ、いやいや、まあ、いや、その頃の、アニメ違う、漫画。漫画です、ね、皆さん分かってます？おじさん何だった漫画、あの頃の車物の漫画。車物の漫画はね、別にイニシャル D じゃないでしょ。違う違う、あのね、何だったっけ、あのカウンタック、あ、それもっと後だな。サキとの狼じゃない、サキとの狼の頃はの次の時代だな、俺の時代は。え、サーキットの狼。サーキットあれはスーパーカーブームの時だから、ああ、そうそう、俺がまだ、うん、小学校中学校ぐらいか、確かに。D 吸血鬼ハンター D 湘南爆走族湘南爆湘爆はもうちょっと後だよね。そうですね、俺がね一番初めにそのあいいなかっこいいなと思ったのは、うん、あのあいつとララバイだったな。絶通乗ってる主人公のね、はいはいはい、絶通乗ってる主人公でございます。はいはいはい、赤いね、あのウィングトップのね、よろしくメカドック、うん、いや、よろしくメカドックもね、あれはほら、あのテレビアニメじゃないですか、はいはいはい、やっぱ漫画の頃ですよ、うん、ジャンプとか、マガジンとか、キングとか、はいはいはい、サンデーとか、ああいう頃のやつ、やっぱメカもの結構ありましたからね。そうですね、テレビだとね、あれやってる、うん、ドゥースポーツとかね、はいはい、東京12チャンネルでね、渋垣隊、渋垣隊、あとね、カーグラ TV っていうのを、ね、松任谷正隆さんがね、よくやってる、あの時代、うんうん、ね、いや、この前、ほら、キャンディーキャンディーの話したんだけど、やっぱりこのリアルタイムでハマってた漫画ってあるじゃないですか。うん、まあ、ほら、ね、なんだ、リボンの騎士だったりさ、はいはいはい、そのガラスの仮面だったりするじゃないですか。すげえ懐かしいな、俺はそっちの方はあんまり詳しくはないけれど、ハイカラさんだってそうじゃないですか、うん、あの頃じゃなかったかな、うん、息子を見落とした年、ね、男の子の漫画別にいいんですよ。誠ちゃん、グアシの頃だね、グアシガラスグアシだね。いや、キャンキャンってハマってはいません、ね、だから知ってるだけです。で、王家の紋章、王家の紋章ってなんだ、シャコタンブギ、はいはい、シャコタンブギ、ああ、シャコタンブギね、友達が出てました、はいはいはい、マッハ555、マッハ555はね、小学校時代だ。悪魔の花嫁ってのはそれはどっちだ、うん、リボンか、マーガレット、リボン、花と夢、女の子だと、あだ名だっけ、お、王家の紋章って、誰のシリーズなんやろうな。いや、俺か当時彼女が伊賀の花丸、伊賀の花丸、カバ丸じゃない、カバ丸だ、花丸だから、あの丸もらっておめでとうやん、ね、そう、カバ丸、カバ丸、はいはい、一緒になんか一緒で読んでゲラゲラ笑ってた記憶あった。伊賀のカバ丸さん、マカロニほうれん草はね、あれは笑ったよね、マカロニほうれん草ですよね。あ、ひよこちゃんありがとう、アタクナバーワン。デビルマンか、デビルマンリニューアルしてますよね、最近。そうか、そうか。デビルマンね、はい、やっぱ女性がね、やっぱりこの少女マン、やっぱり、チャオとかもあったんだね。ペパーミントエイジってなんやろな。星の瞳のシルエットってなんやろな、知らんな、少女フレンド、ショーフレ、あー、なるほど、少女フレ、姫ちゃんのリボン、なあ、それもなんか聞いたことあるな、うん、あ、キカイダーとかはあれはなんだ、サンデーか、あいつとララベ旦那が持ってました、あー、いいじゃないですか、エースを狙い、エースを狙いね、エースを狙いね、ねえ、ほんとに、お蝶夫人、お蝶夫人ですよ、あ、すっごい究極の縦巻きだからね、すっごい、お蝶夫人のね、頭をね、仕上げるのに何時間かかるかって話だよね、大変です、ね、そうだよね、大変です、あれ、大変でしょうね、朝7時間なんかやってるかしんでね、すっごい、今だったらまだほら、コテがあるからいいよ、夜寝るときにカーラーとか巻いたら大変だろうね。あれ当時お蝶夫人ってあれ高校生、そうそうそう、高校生でお蝶夫人になっちゃって、
一緒に髪型近づいて。おぉ付録が星さんに本買ってました。ああ、それ、そういう時代、ね、でしたね。アタックナンバーワンもあったね。カードキャプチャーさくら NHK でやってたやつな。ちくわ巻く。ちくわ巻くホットカラー。ホットカラーかー。なるほど、なるほど。か、少女漫画、動物のお医者さんが好きだった。はあ、みゆき。みゆき、前回持って友達に仮パクされた。どんまい。今だったらピヨちゃん、ピヨちゃん、ノラクロかい。ノラクロはね、あの、タイマー先生だね。それ一昔また違ったんですよ。ああ、もう素晴らしいです。ノラクロはね、なかなかですよ。うん。うん、米早いよね、ちくわ、ちくわ巻き、縦ロール。大変ですよ。あれ、ほんと大変ですよね。メルモちゃんはね、東京みゆみゆって知らねえな。ハムテル、ハムテルなんや、それ、日当たり旅館、日当たり旅館はね、まあほら、足立みつる先生のね、うん、なんやつからね、コメットさん、コメットさんも時代よね。はいはいはい。オスカルですよ。パタリ、うん、パタリロはね、俺ちょっとね、世界観が今一つに分からんかった。誰が殺したクックロビンって言われてもある。何のことや、楽しい。ねえ、朝木夢にしよう。はい、はい。いやいやいや、おはようスパンク。あ、おはようスパンクはほら、アニメにもなったからね。ねスケバンデカは最初ね、あの漫画だったんだよ、ね。あれはシリーズ、ね。あ、結構仮面はね、やっぱあの男子の味方でございます、ね。はいはいはい。結構仮面。結構仮面ね。結構仮面、結構、ね。懐かしいな。ね本当に月光仮面の方ね、はい、ハズラなキス、あ、頭には浮かんでる名前が出てこない、よく考えよう、大事やね、パタリで私は似てると言われてました、似てるか似てるかピグマリオ、うるせえやつら、てんちゃん、ああ、そういえば、そういえばあれやで、俺昔さ、少女漫画家の方に、インタビュー受けて、ほうほう。アニメ、書いてもらったことあったね。マジで、うん、ないのそれ。なんだったっけよくわかんないな、わし。あら、どこ行っちゃったの、うん、竹本さんを、をモチーフに書かせてもらいました。おー、見たいね。ゴルゴ触ってんじゃねえぞ。ゴルゴ触ってんじゃねえぞ。ゴルゴ触ってになっちゃってたりして。俺、あんなに厳しい目じゃねえぞ。あんな厳しい目で、なんかこう、あの眉毛極太やからな、あれな。うん、愛と誠。あ、持ってる、その、なんだっけんなんだっけな、あれな、あれ。愛と誠も流行ったね。わしのや、わしのやつって言うたら変やけど。え、俺の海とかいうやつでしょ。ええ、俺の空じゃない。俺の海じゃねえ。俺の海で漁師の物語か。そっか。俺の空か。俺の空ですよ。もうボケてきたな。記憶にないな。だんだん薄れてくる。ルパン三世、スリー。俺のシリーズあったね。スリーナインはね、あの、アニメ化して、鉄郎がなんかちょっとイケメンになったところがちょっとね、引っ込んじゃうね。はぁ、あ。暗闇のパープルアイ。これはちょっと違う名前が。ミスターアジコ。ミスターアジコ、今はね、あの、ギャオとかでね、うん、あのリメイクしてやってるけどね、結構リメイクもの多いですよね。ミスタージカすげえ、うん、もう鍋の中から竜が出てくるんだね。ラムちゃんうるせえやつらですね。ドラゴンボール、ね、はぐれ雲、あぐれ雲いいね。はい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 。はぐれ雲は僕あれなんだっけな、週刊誌の方ずっと、うん、やってましたね、はいはい。親方さんは漫画も読むんですか。あ、僕はもう漫画もすべて読んでました。宇宙戦艦ヤマト、あ、いいですね、うん、ヤマトね。海のトリトン、はい、海のトリトンね、いいですね。犬やしゃ、あ、犬やしゃシリーズね、はい、もう最初のシリーズ好きだったね。コブラ、うん、コブラはね、あの出てくるレディーがいやらしいんだよ。レディーが、ね、そうレディーがクリステルだから、なんだってメカニックだから、人間じゃねえから、うん、ねえ、ガッチャマン、紅葉銀次郎、紅葉銀次郎もいいですけどね、うん、本宮先生ね、大体こうまとめないでぶん投げるっていうね。でもうエンディングに近づけば近づくほど何もぶん投げるって。課長島耕作は今社長じゃなくて会長島耕作だっけ。ああ、そうなの。結構言ってるね。キャッツアイもセクシーだね。シティハンターもいいよね。XYG のね、はいはい。最近お好きな漫画、小田シナモン信長ですね。え、こういう小技ら。うち娘が見てるというか。ああ、そうそうそう。ハグレグモはね、渡さんがやってたね。俺、あの役
早くやりたかったな。レディーの人間版になったのがイメージ。ああ、俺見てねえな。それは。それも見てねえな。うん、ああ、先生やらない。ね、ああ、おいしんぼ。いいよね。取ると。ああ、おー水平線だから。そうだよく覚えてるね。よくゴートリートンだよね。よくドローンすごいね。エンマ君であれだね。あ、すいません。妖怪人間ベム。いや、素晴らしいね。うん、ドラゴンボール。ねえ、懐かしいですね。あちき、あちきだよね。いやー、いっぱいあるね、こういうふうな生き方をしたいもんだよ、俺は。ねえ、妖怪人間ベムの、あの、ベースラインがむちゃくちゃかっこいい4ビートってね。あれはいい、ドゥンドゥンドゥン。あれはかっこいい。海賊団、ビッケはね、見てましたね。ビッケ、うん、鋼の錬金術師、まあ、あの、投下交換のやつね。まあ、あの、何かを手に入れるたびには何かをして、はいはい、あの、ね、あれしなきゃいけないって、そういうやつでございますね。弱虫ペダルはね、ビクトリーロードまでは全部見たな。なんで俺こんなに知ってんだろう。私は月光仮面の時代じゃございませんから、ピヨちゃん。そこはさんが月光仮面の劇場。違う違う。さすがに違います。それはね、いや。二昔違うな。うん、いや、鬼太郎、鬼太郎は漫画ですよ。うん、鬼太郎。あの、怖か、最初怖かったんだよ、映画。あの、水木先生。最初はね。うん、最初の頃は。すっごい、あの、永遠の消防隊もね、あれ、面白いよな。うん、死んだ。死んだ、あの、名字だか名前だか分かんないのな。分かんないです。愛しのムーコも可愛いらしいございます。愛しのムーコもね、本当にあの職人のね、お父さんがね、お父さんちかじゃあ、まあ、飼い主なんだろうな。うん、ああ、はいはい、いい味出してるね。ああ、うん、ムーコも可愛い。配給。配給も面白い。最初の頃が本当面白かった。あの、カラスマに入って立ち上げるぐらいの時。お前背ちっちゃいのにみたいな、ほら。すごいあの、メガネかけたあのクールな兄ちゃんおるやん。あれとバチバチやってる頃すごい面白かった。うん、この頃だと俺わかんないな。いや全然わかんないし、お前さん。わかんない、わかんない。俺よく知ってんな。うん、すごいわ。ね、ガキデカ。四季。女王様はキュートって知らんな、それ。いやいや、ハクション大魔王、大魔王はやっぱりね、あくびちゃん、全部説明できますね。弱虫ペダル、舞台に行って、まあね、舞台の CM 結構やってた、あれ、ちょっとなんかこう、個人的にはちょっと恥ずかしかったなっていうね。まあ、気持ちはわかるんだけど、気持ちはわかるんだけど、ちょっと恥ずかしかったなっていうね。なるほど、ね。うん、あのね、熱くなっては、まあいいんだけどね。うん、今泉くんとかね、もう、弱虫ペダル。よく覚えてんな、やっぱり、ね。すごいね。坂道くんがね、名前の通り、クライマーなんですよ。山登り専門なんですよ、彼は。ね、彼は山登り専門でね、平地とかね、走らせるとね、本当に遅いの。うん、遅いんだけど、よく覚えてんね。山登りだけ異常に速いんですよ。で、弱虫ペダルを見て僕はあの、ケーデンスっていう言葉を覚えました。ケーデンス、そこさん知ってる？ケーデンス。わかんないわかんない。だから回転数なんですよ。あの足のペダルを踏む回転数。はい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 。ケーデンスが上がれば上がるほど、まあ、軽いギアでね、上がれば上がるほどやっぱその分の進んでいくわけじゃないですか。はいはいはい、なるほどなるほど。もう勉強になりました。勉強になるね。ケーデンスって、うん、あの漫画もバカになんないよね。そういうことでございますよ。いろんなこう豆知識得られるから。ね、メルモちゃん、はい、メルモちゃんが持ってる青いキャンディ、赤いキャンディ知ってるかいですよね。知らんわ。あ、知らない？おじさん。わかんないわかんない。おじさんはあの赤毛の頃だよね。あの鼻に手当ててね。クルリンパ、クルリンパじゃねえ、クルリンパ違う。それ自体は懐かしいね。それはダチョウクラブだ。クルリンパ。そうそうそう。もうね、時代背景が、なんかいつの時代だか分かんなくなってくるね。ここまでたくさんあるとね。俺よく知ってんなぁ。うん。いや、自分がいつの時代だったか分からない。こうなると。そっか、よう知ってるわ。うん、ネズミ男。すごいですね。ネズミ男。ああね、うん。皆さんもここまでよく知ってる。サルトビエッチャのことやな。サルトビエッチャのことやな。あ、はい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 。アンパンマン昔は結構、こう、グロかった。あ、妖怪先生ね、今。ああ、待ちてしてる。ユミちゃん、ありがとうございますね。配給はね、結構最初はスポンコンだけと思ったらね。いやいや、知らないものが当然ありますよ。うん、ね、赤毛のアン、赤毛のアンっていうか、よくほら、うん、日曜日にやってたじゃないですか。名作劇場。あれはね、はいはいはい、あれはよく、
よく見ておりました、ね、昭和から令和まで全て抑えてる。まあ当然じゃないですか。すごい。いや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 、いや本当すごい。あら、知ってる。あ、おかえり。え、雷です。すいません。あ、雷になったの？そう、今目の前という頭の上で。ソルジャーボーイだ、俺が乗ってたの。ああ、そうだ、ありがとうございます。たけさん、ありがとうございます。神さんが雷嫌いだから、ちょっと行ってくるね。ちょっと待ってくださいね。はいはい、はい。はいはい、喋ってください。優しいじゃないの、おいさん。はい。神さんが雷嫌いだから、ちょっと行ってくるね。たけさん。多分ね、丸まってると思うけど。大丈夫か、ね。娘は笑うのか、娘は。え、娘はね、大丈夫。雷。あ、娘と一緒にいたわ。ああ、そうか、あ、大丈夫ですね。おはようスパンクも見てたね。おはようスパンク。おはようスパンクの主人公の女の子の声が若干こう、今なって聞こえてた、ね。ラジオ生放送中です。すいませんね。ブリーチ。ブリーチも好きだけど、俺、銀玉も好きなんだよ。銀玉のパクリ感が好きなんだよ。パクリ感か。パクリ感が好きなんだよね。銀ちゃんとね。もう、はい、本当に。いや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 。すいません、はい、ね。いつそんなに漫画読む時間あるんだろう。はい、いや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 、魔女っ子めぐちゃん。魔女っ子めぐちゃんも好きでよかったね。金魚注意報も見たな。サムライジャイアンツ、ね、は全部見ましたね。最初の頃からね。土佐の一本釣り屋みたいなね。バンババンですから、なんだって。名前が。びっくりしますね。バンババンですよ。おお、懐かしいね。バンババンだよね。いやいやいや。ね、ワンピースになると、ゆうこちゃんね、ワンピースになると、ストーリーが長すぎて、山場が多すぎてね、抑えられんっていう。いやー、そう、シリーズものはね、ほんとに。探して体合わせた雨の霧